1>, 1日で利益確定を狙うデイトレードにぴったりな銘柄参戦短期間で利益確定を狙いたい方はこの動画を最後までご覧くださいこんにちはロジャー堀です、えー、今日はですねデイトレードをしやすい銘柄選びについて、えー、ちょっとご説明をですねしたいと思います デイトレードでですね毎日毎日ですねあの少なくてもですね利益を積み重ねていくっていうのはですね投資家にとって非常にですね夢というかいいですねあの生活の行動だと思うんですけれどもやはりですねデイトレードで継続的に儲けるにはですね デイトレード向きの銘柄というのをですね常に探さないといけないということですねでしかしですね実は、えー、この時期、まあ、この時期というのは4月末からですね5月の半ばにかけては実はデイトレードは非常にやりやすい時期に入るんですでそれはですねなぜかというと企業の決算発表が始まるからですね、えー、3月がですね決算の 会社というのはですね、えー、決算発表をですね4 14月月のの末から5月の14日ままででににすすね行うことになっています3月末から数えて45日以内にですね決算を発表しなさいというですね、えー、財務省からの命令がございますので、えー、それのガイダンスに沿ってですねそういった決算発表の時期が決まっているわけですねここの決算発表これはですね。 企業のビッグイベントなんですが投資家にとってもですね非常に大きなイベントですつまり企業の決算が発表になったそうするとですね、えー、次の日株価がどう動くかというのはですね全ての投資家が注目するところなんですねで、えー、例えばですね企業の決算発表というのは、えー、時間にするとですね、えー、午後三時つまり えー、株式市場が終わった後に発表されます。だいたい三時から四時、五時ぐらいの間がですね。時間的にはピークですね。で、その決算発表の中身を見て、翌日の寄り付きが大きく動くということです。つまり、えー、皆さんがデイトレードをしようと思ったら、ですね。企業の決算スケジュール。この日には、何のどの企業が決算発表があって。 でそして、えー、次の日の寄り付きですねどの企業をデイトレードするのかそういうのをですねどどどどん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 、えー、積み重ねてていいくととうことが必要になってきますですからまず最初はいろんな企業の決算発表スケジュールをですね頭に入れておくことが大事になるわけですね。 でですね、えー、そういった中でちょっといくつか銘柄をですね、えー、ご紹介をしたいと思います、えー、ちょっとチャートの方を見ていただきたいんですが、えー、最初にですねご紹介するのは山田コンサルティンググループという会社ですこの会社はですね決算発表の予定日は5月7日です5月7日のですね、えー、引け後つまり えー、3時過ぎに、えー、決算発表になると思いますのでその決算発表の情報を持ってですね翌日の朝一番しかしです、ね、7日というのが金曜日ですから翌日といっても8・9・10日ですね5月10日月曜日の朝一番ここが狙い目になるということです。でですね、えー、このヤマダコンサルティンググループ、まあ、ちょっとどういう会社かというとですね M&A とか、まあ、そういったことに関するです、ね、事業承継とか M&A ですねこういったものに対するコンサルティングを得意としている会社です。で今ですね新型コロナの影響で廃業するですね飲食店であったりいろんなですね事業者さんが山のように出ています。そそうういいった会社さんをでですすねね潰れてしまままわなよにの廃業と いいううことにになならないようにですね、えー、解体企業を探してその解体企業がそのお店なり会社を買ってですね事業を継続させていくということをです、ね、このヤマダコンサルティンググループはやってるわけですねですので今非常に忙しい、えー、忙しいということは当然それだけ収益が出るということです。ででですすねね株価の方は、えー、こうういっったようにに、ね、今年に入ってから えー、2月3月となって4月にですね大きく動き始めてますね。でこのようにですね、えー、大きく動き始めているんですが、えー、5月の7日にですね決算発表をした時にですね一番注目されるのは、えー、この3月までの決算がいいことはもう分かってるんです。でそれよりもですね決算発表の時に大事なのは今期の業績予想なんですね。 この4月以降の業績がどうなるのか、でこれに対してこのヤムナコンサルティンググループ自体がですね、どう考えているのか、これをですね、なんどういう発表があるかということが株価に思い切り反映してきます。でですね、おそらくこういったですね、コンサルティング会社というのはですね、非常に保守的に自分のところの業績を見ます。というのは M&A とかっていうのはですね、 実際いろんな案件はいっぱいあってもですね制約できる確率というのは決して高くはないんですねでしかしですね、えー、さらにその高くない確率をもっと保守的に見てですねこういった会社さんは業績予想を出してきますですのでおそらく結構保守的な数字が出てくるそうするとですね、えー、次の日の朝株価はですねえ思ったほどじゃないじゃないかっていうことで下がる可能性がありますね。 しかし、ですねそれもですね、えー、朝方一時の話でですねおそらくあこれは会社側はですね非常に保守的な業績予想を出したんだとどうせまた情報修正してくるに決まってるこんなに下げる理由は何もないということでですね株価がそこから大きく買い上げられるということが毎回のようにですすね繰り返されますこの1日の中の上下をうまく取ることでデイトレードというのは成立するわけですね。 ですからこのですね山田コンサルティングもおそらく業績は非常にいいにもかかわらず決算発表の後はですね僕は下がるんじゃないかなと思いますそしたらですね下がってきた局面で買って戻ったところで売るこれがですね、えー、この山田コンサルティンググループのですね一つの投資の手法になるんじゃないかなと思いますちょっとこのグラフではですね分かりづらいんですが、えー、まあ、下がるとしたらですね1100円を割ってくるようなですね、えー、株価 までここの円ですね、えー、来る可能性もあると思います。あるいは、まあ、ここまで下がらなくてもですねその前の安値ですねこの1,120円ぐらいこういったところまでですね、下がってもですね反発すると思いますので、まあ、いずれにしてもですね、えー、楽しみに、えー、決算発表5月7日を待って、えー、5月10日の寄り付きを狙うということをやってみていただいたらいいんじゃないでしょうか。 で同じようにですねこの5月7日の発表という銘柄の中からあと2つご紹介をしたいと思いますこれはですね日本空港ビルディングというですね会社ですこの日本空港ビルディングはですねえまさにですね羽田空港のところにですね施設をいっぱい持っておりますまあ、ビル管理会社ですねであの当然ですねこの新型コロナの中ですね業績はめちゃめちゃです もうお客さんは全然来ないですし、えー、もうテナントは空き放題一体どうなるんだというです、ねえー、形ですねですから株価の方はこれ見ていただいたらですね、えー、去年のま暮れにちょっと上がりましたけれどもそこからずっとですね下がる一方ですねもうかれこれ4ヶ月間、うん、下がり続けているとしかしですねこういった銘柄はですね何が起こるかというとですねみんな業績が悪いことは分かっているわけです。で この決算発表が行われたら当然ですね悪い業績が発表になりますしかしですね株価っていうのは、えー、不思議なもんですね、えー、悪い業績の発表が行われたらですねもうこれ以上悪くはならないつまりもうどん底の数字が出たとこれをですね悪材料出尽くしと言うんですけれどもこの悪材料出尽くしでもってですね えー、決算発表の翌日ですね一旦下がったところから急激に株価が回復してくるということがですねこれも非常に多くのケースがあります。ですからこの明らかに業績の悪い空港のビル管理これをですね5月7日の決算の後 下がったところを狙ってそのリバウンドを狙うこれもですね一つの、えー、手じゃないかなと思いますどのくらいですね5月10日の寄付で下がってくるのかこれを楽しみにしてですねリバウンドを狙うというのもですね、えー、面白い投資になるんじゃないでしょうか、えー、最後にですねもう一つご紹介をしておきます えこちらはですのオリンパスっていうのはまあカメラとかですねそういったもので、えー、有名なんですけれども、えー、実はですねちょっとこのオリンパスという会社いろいろありまして実際は、えー、カメラが非常にもう悪いもんですから医療用のですね画像とか。 まあそういったものに転換してですね今そうその医療用の器具にですね主力事業を置き換えていっています。でまあマーケットとしてはですね非常にですねあのいいんですが。 え若干ですね刑事に問題とかあったりですね経常、えー、の問題がありましてですね株価の方は、えー、これちょっと見ていただきたいんですがまあ2月にかけてですねものすごい下落をいたしましたまあだいたい2300円どころからですね、えー、瞬く間に1800円ぐらいまで下がったと。ただその後ですね えー、企業業績の回復を、まあ、見ましてですねこういうふうに上がってきたてわけですね。しかしですねこのオリンパスこれもですね、えー、このですね2月の上げが急激すすぎるんですねでこの2月の月上げが急激だった分、まあ、僕の予想ですが、えー、5月の7日の決算発表後にですねこの上昇分の えー、まあどこまでかはですね下がるんじゃないかなと上昇分全部が下がるとは思えないですけれども、えー、一定のですね下落が待ってるんじゃないかなというふうに思いますでそうするとですねやはり、えー、あオリンパスやっぱりこう上げすぎてたんだということでですね、えー、売ってくる向きが出てくるんですがしかしですねこの新型コロナの世の中やはり医療関係のですね器具には需要は集まりますそういったですね 買い戻しの動きがですね必ず出てくると思いますので大きく下がったらですねオリンパスも買いどころが迎えるんじゃないかなというふうに思います、えー、こういったですね、まあ、いくつかの銘柄を今までちょっとご説明しましたけれども決算発表の翌日の寄り付きこれがどこまで下がるかもう下がらなければですねもうデートレーは諦めます。 えー、もうそういった銘柄を掘っておいてですね下がった銘柄だけ注目するんですねそしてどこまで下がるか注目してできれば一番底値を買いたいんですがまあ相場のですね格言ではですね底値で買うというのは無理だというのがですね、うん、誰もが言っていることですですのである一定の程度まで下がって あ戻ってきたなと戻り始めたぞっていう時に買うそして戻り切ったところで売るこれがですねデイトレードの最も成功しやすいやり方です底値をついたのを見て戻りかけたところを買うですね。こういったですね売買をまあ、今の3銘柄で言えば5月の10日の寄り付きそしてですね えー、3月決算の企業はですね5月の14日まで決算発表が続きます、えー、面白い銘柄があればですね、えー、皆さんぜひ挑戦をしてみてもらったらいかがでしょうか、えー、LINE に登録していただきましたらですね無料のウェブコーダでいろんな投資の仕方まだまだアイデアは山のようにありますので、えー、ご覧になっていただけると思いますぜひ LINE の方の登録をよろしくお願いいたします